さて、毎年このチームも参加をいただいております。でさらに毎年上位にといいますかね、決勝進出ということで優勝を果たしているチームです。お隣、みなべ町のチームプラリズムの皆さんです。私たちの持ち味の元気と笑顔を最大限に表現したいと思います。見てくださる方も元気になること間違いなしですといただきました。まあ、これまで幾多の賞を、ね、取っている、プラリズム、今年はどういう結果になるんでしょうか。では予選 C ブロックのトップバッターとなりますプラリズムの皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。みなべ町よさこいチーム、梅が真歌をかけましてプラリズムと申します。やってきました弁慶祭り。この会場に満開の笑顔の花を咲かせます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ほな踊り子はんご準備を。さあさあ皆さん、今年のプラリズムは一味違う。どうぞ手拍子のほどよろしくお願いいたします。まばたきをせずにご覧あれ。それでは梅干し音頭始まり始まり。
がとうございました。プラリズムの皆さん。